予防医学っていう、どこからどの範囲を予防医学というのかというのは非常に難しい問題です。で、まあ、特に今ペットも含めて関心の高いのは、がんという病気、3人に1人がなるっていうふうに言われてますけれども、非常に発生頻度が高くなってきているというのは、多くの国民の皆さんもそういう認識を最近は持たれていると。で、その中でがんで死なないようにするためにはどうするのかという意味においては、早期発見、早期治療と。だから予防という言葉を使えば、こうがん予防ということはなかなか現実的でないんですね。すごく僕らが期待したものの一つとして、子宮がんのワクチン、これは画期的な話だと。ね、ウイルスが原因で起こる子宮頸がんをワクチンによって予防しようじゃないかというと、本当の予防ですよね。これ一次予防になると思いますけれども、これが期待したわけですけど、なかなか日本ではうまくいっていないという現実があって、その他のがんにそのような予防っていうのはなかなかできない。そうなると命をなくさないためには、早期発見、早期治療ということになると思います。ルネスクリニックで検診で診断をしたものを、ルネス病院で当然さらに検索をして、当院で治療できるものは当院で治療するということですし、ご希望があれば退院にもちろんご紹介を申し上げるというふうなことが速やかに行われるようになっています。特に有所見の方、がんがですね、1日2日でどうこう予後が変わるということはないにしても、やはり心情的に、患者さんの立場に立ってみれば、1日も早く治療を受けたいというふうに思われるのが当然だと思いますので、いかにその時間を短縮するかということですし、当院で診療を望まれる方に関してはもう即予約が入ります。で、担当診療科で、先ほども申し上げたように、非常に早いテンポで検査が進んでいて治療、特に私がやっている領域なんかだと、初診でお見えになって、でペット検診で要医療ということでお見えになって、手術がもう2週間後には終わっているという事例は、決して珍しくない。で、それぐらい早いということですね、医療の進行速度が。検診っていうものは、どんな検診を受けても早期のがんが見つかるということではありません。で、きちっと早期がんを発見できる質の検診を受けることが最も重要です。ぜひ皆さんもがんから身を守るために、PET-CT のドックをお受けになることをお勧めします。